ゆびまるさん1220円ありがとうございます。いやーもっちゃん盾男で伊達男なボクサなんなんすかこの指丸さん。俺 あんま突っ込まずに今までね、ちょっと慣れ慣れしい方ですねぐらいでいたけど、いつも僕の考えたシャンクスのお墓の話をしてくれて嬉しいぜ。ちょっと猛殺、天竜人にロズワード姓っているじゃんね。ロズワード家の家長、ロズワード姓らしい。つまりは名字で呼ばれている。ではロックス、ロックス家のロックスということはやはり家族がいる。ロックス D シャンクス&バギーの双子は兄弟、赤髪と青髪。ロックスは紫髪かなと。赤足す青で紫で、ロックス D シャンクスであり、ロックス D バギーであるっていうことか。双子は兄弟。シャンクスの誕生日は3月9日。バギーの誕生日が8月8日だね、バラバラで。3月と8月っていう差って、ロックスが腹違いの子みたいなところで言うと、可能ではないか。双子は無理だけど、兄弟は、まあ、あり得る。これをさ、ぶっ飛んでるなーとか、ありえないありえないっていう感じしないもんな、もう普通に。多分これ、半年前だったら、いや、なんでバギーが急に出てくんねんみたいなさ、バギーはそういうやつじゃねえわ、そんな重要じゃねえわぐらいにね、なんかもしかしたら返してたかもしれないですけど、もうこれ四皇になって、いよいよもう海賊王になるかもしんねえとか、そんな感じでもうバギーの株が上がり倒してるんで、ロックス D バギーも1年ぐらい前出したロックス D シャンクスとか、その辺現実味全然あるしね。で、プラス、ね、ロックスの、髪の色が紫の髪みたいなね、その辺にもつながっていくっていう。ライトさん250ありがとうございます。1話シャンクス登場時、すねに傷があるのが話題になっています。ことわざ通り何か隠していると思われますかと。ことわざ通り、ああ、すねに傷があるっていうことわざがあるんだっけ。どうなのかわかんないけど、シャンクスはでも隠していることはあるだろうから、小田先生がそれをことわざ通り描いていた可能性は全然あると思うし、でもむしろまさに今その隠し事が何なのかっていうのがもう今判明しましたからね。フィガーランド家っていう、おそらくは天竜人の血筋というかね、王族の血筋みたいなのがシャンクスの裏設定としてございましたと。過去に悪いことしてたみたいな意味じゃない。スネイキス、なるほどね。隠し事あると思うけど、悪いことじゃないと信じています。だからその世の中に対して悪いことをした血がシャンクスにこう流れているっていうね、それを隠していることを一つの伏線として匂わせるためというか、実は書いてたんですよというためのスネに傷の可能性がある。さあ、イーハーさん1220ありがとうございます。モッチー先生こんばんは。キッドの名前だけキャプテンがついておりますが、キャプテンジョンとの関係はありそうでしょうか。ゲルニカはピカソですか。そうですね、ピカソの作品ゲルニカであることはそうなんですが、キッドにキャプテンがついてるのはあれだよね、実在した海賊のオマージュだからだよね多分ね。キャプテンキッド、あ、ウィリアムキッドか。あ、そうか、別にこれキャプテンを別につけなくてもいいのか、うん、なんかあんま深く考えたことなかったな。なんでキッドだけ、まあ語呂かな。キャプテンジョンと関係あるかどうか。ただこのキッドに関してはやっぱり最悪の世代の海賊たちは小田先生が数時間で登場させることを決めたキャラクターみたいなのがあるから、キャプテンジョンとか無理やりというか後からそれと関係性あるキャラクターみたいにすることはできると思うんですが、初期設定にいないキャラクターなんで、当初のこの根本的なところにはいないあれなんで、あんまり深く考える必要ないっていうのが最悪の世代たちは来るよね。ただボニーとかだっけちょっと別なのかな。あんだけ特殊な悪魔の実なんで、もともと想定していたキャラを最悪の世代の一人として描いた可能性もあったり。きっとどうなるんだろうな。小田先生がそのシャボンディショットパンチ弱いねって、なんかまあこれいろんな噂を複合して言ってるんで、どこかになんか間違いもあるのかもしれないですけど、俺の認識ではシャボンディ諸島編のストーリーの流れを集英社とかでこう発表したのか誰かに伝えたところ、いやそれインパクト弱いっていうことを言われて、あ、じゃあインパクト弱いんだったらいろんな海賊が一斉に登場するとかどうですかって言って、数時間で名前とかバーって決めて書いて作ったのがあの最悪の世代たちっていう。でただそこでルフィよりも懸賞金が高いキッドっていう海賊とか、まあ、ドレイクとかもそうだし、ローとかも全部そうだけど、それを作った時点でそのどういう感じで行こうかは決めてた可能性はあるよね、なんとなくだけど、その瞬間に。であの三船長がさ、あのキッド
ットとルフィとローが天竜人ぶん殴ってそこからキザル来たり戦闘丸来たりするところのその直前ぐらいで3人の船長が我先にドーンってこうヒューマンオークションの外にドーンって出てきてみんなが戦うみたいなさ、もうあの時点で方向性決まったって感じはあるよね。同じぐらいでかい夢を抱いてて同じ速度で成長する同世代のライバルの船長たちみたいなさ、そこでこのキッドとキャプテンジョンとか、まあ、重要な役割をこいつは元 D の一族っていうことにしようとか、こいつはロックスと関係があることにしようとか、キャプテンジョンと関係あることにしようっていう設定をその時に考えてた可能性はあるな。ちょっともう、まあ、可能性なしかできないけどね。まあキャプテンっていうのはまあたまたまでしょうっていう感じですかね。キャプテンキッドとキャプテンジョンだからこそなんか兄弟なんじゃねえかとかっていう話じゃねえんじゃねえかっていう。